いやいや、私たち、子育てどころかって話じゃないですか。まあ、そうなんだが、お寺に行ってるぐらいだからね。そう、お寺に今駆け込んでるぐらいだ。まあ、ごもっともなんだが、まあ、そんな私たちが子育てに悩む世間のお母様方のお悩みに対して、ずうずうしく、答えていこう。本当に？知りもしない。そう。これ、全く役に立たない気がするんだけど。お腹も痛めたことない私たちが。そうそう。おいおい、何言ってんだよっていう話になるかもしれませんけど。人生経験、人と関わる仕事ですから。あ、そうね。いろいろ聞いた話は知ってますから。みんなね、今、いっぱいラッシュ。子育てラッシュですよ。妊娠ラッシュというか。そう、メイド島ってやつです。はい。無謀の企画ですけどね。親であれば、誰でも少なからず、子育てに悩みはつきものです。もちろん、子供のいない私たちですが、子育てに悩むお母様たちの苦労を知ることで少しでも力になりたい、ひいては自分の将来に生かしたい、わけです。今日は代表的な子育ての悩みをいくつかピックアップいたしました。はい、私たちなりに考えて答えてみましょう。ただ、私たちの持論だけではね、これでいいのか悪いのかわからないので、ね、参考までにちゃんとした専門家の先生の答えもご用意しておりますので、ご安心ください。よかった。なんかね、私たちの全然当てにならないものを聞いて、がっかりっていうだけでね。そうですね。そうそうそう、一応公共の電波ですからね。そうそうそう。もうスマギャンも13年目です。はい、七色メールに実際に子育ての悩みが届くこともあるそうなんです。ああ、そうね。そうなんですね。明日10月13日は体育の日ということで、うん、お子さんの運動会という団員も多いんじゃないかと。そうかも。だって本当に、やっぱりファンレターとかブログもメッセージもそうだけど、あとそういうラジオに届くメッセージだったり、はい、握手会で聞いた話とかだと、やっぱりね、もうお父さんお母さんになってる団員さん本当多くて。まあ、そうですよね。そう。それで、やっぱり子供の体育の日頑張るよみたいなお父さんお母さんいたりとかね、するもん。奈々さん子供欲しいんですか？欲しい。何人くらい？本当はね、二人欲しい。ああ、ですよね。子育てに自信ありますか？いや、あんまりないですね。教育方針は。まあでもやっぱり、ちゃんと、こう厳しいところは厳しくするけど、自由に遊ばせるところは作ったりとかね、うんうん、メリハリをね、ちゃんとつけたいですね。旦那さんとこう協力してやりたいですか？絶対協力してほしいよ、それは！そうですよね。ほったらかしは嫌ですよね。みさとは？みさとは2017年に産みます。なんで決めてんの？予言そうなの。言っとけば叶うから。叶うから予言ですね。わかりました。まあ、みんな楽しみにしててください。はい。では、奈々さん、悩み相談に乗る自信のほどはどうですか？ないです。全然ないです。でもなんかいいことは言いそうですけどね。じゃあ一つ目のお悩みです。3歳になる息子が、いくら言ってもおもちゃを片付けません。どうしたらちゃんと片付けるようになるでしょうか？ええー、これは、やっぱりあれじゃない？こう、こんなところに散らかしてたら、お化けが出るよー、みたいな。なるほど。そうそうそう。なんかやってくるよー、みたいな。言われたな。そう、それで、次の日、本当に散らかしっぱなしにしてたら、そのおもちゃを隠して、もうなくしちゃうの。なくしちゃう。なくしちゃって、ほら、片付けないから、持ってっちゃったんじゃないって。恐怖ですね。そう。お化けが持ってっちゃうよ。好きなおもちゃ、なくなってもいいのかなーって。怖い怖い怖い。わあ、知らないよ、お母さん知らないよ、っていうことをやると、いいんじゃないかな、私は思ってるけど。私は、うわ、楽しい。おもちゃが助けるの楽しい。うわーいっていう。それさ、3歳になったらさ、結構気づくと思うんだよね。そうか、私はサルシバンギ。あ、楽しい。やばいやばい。楽しい。お母さんどうしよう。じゃあママやったらいいじゃんって。言います、最近の子は言う。うん。ママ楽しいんでしょ？やったらいいじゃんってなると思うから。だから、なくなっちゃうっていうのが恐怖で、絶対片付けるってなるんじゃないかと思うんだけど、違うかな。ちょっとなんか気になりますね。うん、こんなんでいかがでしょうか？はい、じゃあ、専門家の先生の回答を見てみましょう。はい、じゃあ。子供は親の様子をよく見ていて真似をするのが好きです。親が子供と一緒になって遊び感覚で楽しく片付けましょう。あ、みさと、やった、勝ち。勝った。例えば、ミニカーを車庫にしまったり、ぬいぐるみをお休みな、あ、ちょ、全然私のニュアンスと違いますね。ぬいぐるみをお休みなさーいと引き出しのベッドに入れたり、なるほどね、見立て遊びやごっこ遊びの様子を取り入れてみてください。うん、子供がお片付けって楽しいなと思う一工夫をすることが大事です。うん、片付けるおもちゃが多くて対応できない場合は、子供の成長に合わせて、2、3ヶ月ごとに出すおもちゃを変えたり、整理して数を減らしてみましょう。うんうん、同じ絵本を何度も読んだり、うん、同じおもちゃで違う遊び方を見つけることも大事です。片付けるものが少ないほど子供にとっても片付けは苦痛なものではなくなります。うんうんうん、なるほどね。確か遊びの一環にしちゃうってことですね。そうね。
ああ、それは正しいかも。そうですね。うん、だから私、ちゃんと片付けられる人にならないと、片付けられない子供が生まれるってことですね、これ。逆のパターンもありますけどね。ああ、もうお母さん、ちゃんとしていいよ、やるよ、みたいな。っていう、どっちもあるなという気がしますけど、難しいな。そうか。あれ？もう終わり？終わった？え？ 1 個で終わりが。これ、またやりたい。そうだね。あれれれれ。あと3個あったんです。ああ、終了です。すいません。すいません、ちょっと台湾トークで炸裂しすぎました。もう、炸裂すぎましたね。はい。ちょっとまたやりましょう。そう、はい、ぜひゆっくりね。はい。いや、でも参考になりましたね。1個だけでも。1個だけでも、はい。